はい、皆さんこんにちは。今月のですねアレンジメントは、このナチュラルグルーピングというテクニックを、使ったアレンジメントです。使用している花材はですねこのひまわりですね。ひまわりもこう大きい、もっと大きいお花のひまわりもあれば、このように小さいお花のひまわりもあります。大きいお花の場合はよっぽどそれより大きいアレンジメントをささない限りこのグルーピングという手法はあまり使用はしていかないんですが、やはりこうコリンのものですねをアレンジして、さらにその魅力を引き出していくためには、このグルーピング、また、今日紹介するナチュラルグルーピングですね、という手法を使っていく、そのテクニックを使っていくと、すごい魅力的なアレンジを制作することができます。今日はそのテクニックをしっかり覚えてください。では今月のですね花材紹介からいきましょう。どうぞ。では今月のアレンジメントの花材を紹介します。まずこちらがひまわりですね。そしてこちらがアンセリウムの赤です。そしてこちらがですねセダムグリーンです。でこちらがトルコキキョウの八重の黄色ですね。はい、でこちらがサンダーソニアです。オレンジの花がサンダーソニアです。はい、でこちらがレザーリーフパンですね。でこの黄色い葉っぱが、フロリダビューティーという葉っぱです。そしてこちらが、本日アレンジを制作していく器ですね。はい、ではまず最初にですねこのひまわりからね、今回のアレンジをさせていきます。このひまわりですね、こう刺していくんですが、このようにこのぐらいの位置関係でですね、ひまわりのこのグループを作って刺していきます。これを作ること、このぐらいの位置関係でこのグループを作ることをこのナチュラルグルーピングと呼んでいきます。で、全体にこのひまわりをこのナチュラルグルーピングでこれから構成していきます。はい、こちらでひまわりが入れ終わりました。今回ですねこのひまわりが少しこう2個ずつですね、近づいて刺したのが分かりますか。こちらが、通常で言えばグルーピングという手法なんですが、グルーピングだともうちょっとこのひまわりをうんと近づけて塊にしていってしまいます。これはよりナチュラルに近づけたグルーピング手法で、ナチュラルグルーピングと呼んでいる、テクニックです。これをすることによってこの小輪、小輪のねお花を、よりこう魅力的に、インパクトを強く見せていくことができます。ただですねこのあまりこの花を近づけすぎると、ちょっとこう嘘くさく見えてきちゃうんで、それをグルーピング、ただのグルーピングになってしまうんですが、それは避けていきましょう。このように力強くアレンジメントを構成していくことができます。今回の、テクニックはこのナチュラルグルーピングですので、この形をですねよく覚えてくださいね。はい、ひまわりが入れ終わりました。続いてはこのレザーリーフパンを刺していきます。はい、こちらでレザーリーフパンですねが入れ終わりました。これでですねまあ単純なこのファンデーションワークとは違って少しこう高低差を出してひまわりに添えた感じでですねレザーリーフパンを入れていくのがポイントです。続いてこのフロリダビューティーですね、これ入れていきます。フロリダビューティーですね、
このようにちょっと短めにですねカットしておくとですね非常にこう刺しやすいのである程度長さの少し長いものとか短いものに分けておくパーツ分けしておくと、刺しやすいと思います。はい、こちらでフロリダビューティーの方が入れ終わりました。先ほどですねレザーリーフファンで、ファンデーションワークをしたんですが、それにこのフロリダビューティーですねを付け加えることによって、ちょっとこの下にですね下のファンデーションワークに、色気が出てきますね。これはやはりこうアレンジを構成していく上でこのリーフのですね、アップダウンとか色気っていうのは重要ですのでしっかり覚えてください。はい、では続きましてこのアンスリウムをね入れていきます。はい、こちらでアンスリウムが入れ終わりました。アンスリウムはこう印象のやはり強い花ですからね、この入れる場所ですねこちらに気をつけてください。このアンスリウムが中心からあまり外にこう飛び出していくと、アレンジメント全体のフォルムが大きくなってしまってアレンジのまとまりがなくなっていきます。こういう強い黄色の花はですね、この中心部分ですねここからあんまりこう離れないようにして入れていくのがポイントです。はい、それではその次にですねこのトルコキキョウとセダムグリーンですね、こちらを入れていきます。はい、こちらですトルコキキョウとセダムグリーンが入れ終わりました。このトルコキキョウとセダムグリーンに関しては、それほどこう印象の強い花材ではないので、まあ、この位置ですねひまわりからこうあんまり出すぎないと、いう感じで入れていきましょう。はい、では最後にですねこのサンダーソニアを入れていきます。サンダーソニアもですねこうひまわり同様に少しこうグループをもう少しこうナチュラルな感じでグループをつけて、その飾りの印象を強くしていきます。はい、こちらのサンダーソニアを入れて、これで完成です。今回のアレンジメントのポイントはこのひまわりの入れ方ですね。ひまわりの入れ方で、こう大きい素材に対してこのひまわりのリングが小さい時に少しこう強めにねひまわりを出していく際にはこう少しこのひまわりの2本を1本くらいにしてですね、要はこれをグルーピングというんですが、このグルーピングもこう少しこう自然さを出すことによって行うナチュラルグルーピングという技法を使っていくとこのような自然体のグルーピングができます。この技法を覚えることによってよりこう花材のですね特徴を生かしたアレンジメントを作ることができます。では今月はこのテクニックを覚えてください。ありがとうございました。